じゃあ、アートガミオンの外伝の何や続きです。あれですね、なんかこの暗殺つけてきた女の子がまさかトラッカーだとは思わんですよね。勝負して勝ちましたけどもね。いや、そう言っただろう。ただのスケベ面じゃなかったよ。そんなスケベ面してんの主人公。最近さ、スケベ面の人見かけない気がするって、私の周りで。皆さんも見かけないんじゃないかな。そんなことないですか。ひどい割合だな。私と北海道に来てくれない？北海道？なんだいきなり。あんたじゃなきゃダメなんだ。そうか、お前、俺に気があるんだろ。バカ、そんなわけないだろ。違うのか。まあ、よくみたいな、ジャジャウマはこっちから願いね。ジャジャウマ？あんたなんか大飯ぐらいの間抜け面のくせに。刺さるね。大飯ぐらいの間抜け面だと、このジャジャウマ。面白そう。私の見込み違いだったよ。いいね、声仲いいっすね。見込み違いって何のことだよ。うるさいわね。私はあんたみたいな男なんて大嫌いなんだから。すごいね、すごいね。なんだよあいつ。なんか理由があるのかな。好きなら好きと言えばいいのにっていいっすね。まあいいや、俺こっち行くわ。なんか理由があるんだな。北海道なんか訳があるんだろうか。ちゃんと話してくれればいいんだけどな。でもあの調子で話してくれたのないな。誰のせいでって話ですか。誰か聞いてみっか。焚きつけるからさ、そうやって みんなどの登場人物も焚きつけるような断るごとに。おお、ジョージ商業とか行った。お前、北海の白夜のことなんか聞いてないか。なわけないだろ。決着？上司、わかった。この勝負俺も本気で受けるぜ。なんかなんだかんだでも国家に向かってますね、青森ってことはね。テレビでいいだろ。パチンコ運ばなくていいもんな。娯楽を増やすな、不用意に。
ね、主人公じゃないね、まあ、展開しちゃったら、まあ、今日ここまでですね、また次回。